3年前に新しい法律ができた。刑法290条犯罪被害者救済に関する法律、いわゆる復讐法だ。教師っていうのは復讐法には反対してるもんだと思う。実際に自分がそうなってみて初めてこの法律の意義が分かったんです。18時間、山本ぐらいの復讐が見たなら私には分かるの。あなたみたいな優しい人に復讐なんて無理。泉は俺にとって全てだった。刑法第290条、復讐法を執行する。こうしてお前の前に立ってみると早く殺したくて仕方ないよ。